五一条天皇、五一条天皇、1008年10月12日、観光5年9月11日から1036年5月15日、長元9年4月17日、は、日本の第68代天皇、在位、1016年3月10日、長は5年1月29日から1036年5月15日、長元9年4月17日。意味名は厚平、厚平、一条天皇の第二王子。母は藤原の道長女中宮明子。同母帝に五作天皇。 略歴一条天皇の第二王子。母は藤原の道長女中宮明子。その誕生の様子は、紫式部日記、に詳しく、道長にとって待望久しい外村巫女出生はその後の一族の映画の初花となる。三条天皇の上位、長は5年1月29日、1016年3月10日、により戦争、2月7日、3月18日、に数え8歳で即位。要定のため道長が摂政となり県政を振るった。 道長の娘でおばにあたる医師を中宮とし、外籍の地位を藤原氏御堂流以外に渡すまいという藤原の寄り道と母秋子の意向により、この時代には珍しく他の妃を持たず、王子女は内心のお二人のみで四次の王子には恵まれぬまま、数え29歳で崩御した映画物語によると陰水と送信の症状の記載があり、糖尿病によるものと考えられている。 突然の崩御であったため、上位の儀式が間に合わなかった、酒記、とある、日本気略や、今鏡では遺症により、もう非して弟の厚長親王への上位、後の御鈴作天皇の儀を行ったとされている。これが、在位中に天皇が崩御した場合にも非して上位の儀を行い、その後に上皇としての葬儀が行われるようになった先駆とされる。